くんしずきさんこんばんは。べんぞうさんこんばんは。きよにいさんこんばんは。お疲れ様です。そういうのは二段ベッドっていうか、あの浮いてるベッド下はあの空洞、いろいろ物を突っ込んでますが、下には上のベッドなんです。カッシーさんこんばんは。イソピョンさんこんばんは。ネコパンチさんこんばんは。テンパリさんこんばんは。高橋孫七郎さんこんばん。ハムカツやっほー。つよぽんさんこんばんは。あやさんこんばんは。ひょうさんこんばんは。やすべいさんこんばんは。つむきちさんこんばんは。つかぴーさんこんばんは。そう、ロフトって言うんかな、そんなやつ。寒いので上着を着ます。もこもこのあったかいやつ。 ST 大大大好きさんこんばんは。今日はレッスンでした。アットマンさんこんばんは。津田ひろふみさんこんばんは。グラハムさんこんばんは。魚の棚さんこんばんは。今日も配信中。ともちさんこんばんは。いろんな意味で起きられなくなる。どういうこと言うのもね、なんか夕方学校とかから帰ってきて、部活とかして遅く帰ってきたりしたら、寒いけんとりあえず布団入ろうとか言って上上がるんですよ。そしたらもう降りられんくなる。もう降りるの大変くなって、もうママに LINE でパジャマ持ってきてって言って上で着替えてそのまま寝る絶対起きる。降りるのが大変くなるの。岩沢さんこんばんは。哲夫さんこんばんは。サンダルブーツさんこんばんは。満月ライダーさんこんばんは。ハロー。かわいさましましなん、ありがとうございますまさゆきさんこんばんは。そう、もこもこかわいいでしょこれ。お気に入りなんやな。気に入るとずっと着てしまうけんね、ママによく言われる。同じのばっか着んのんよって。仕方ないじゃんね、お気に入りなんじゃけん。平次さんこんばんは。隼人さんこんばんは。講師さんこんばんは。ゆう、あ、間違えた、講師さん、そうだよ、ゆうなだよ。ひろしさんこんばんは。わん、そう、おいしいもの食べてきた。そう、今ねモバメにね送ったので、お楽しみに。なんでしょう、なんでしょう。円城さんおばんです。京都サンガの新スタ美しい。そうなん、いいな。サンフレも、サンフレのエディスタももうちょっとしたら変わるかもなので、変わるかもっていうか、あと5年ぐらいしたら、5年、4年だったっけ、変わるのでね、それを楽しみに待とうと思います。カズさんこんばんは。うん、多分大義は広島弁、多分。前髪が割れたかもしれん。もう今日はお風呂入りました。さっきさっき乾かすときにちゃんと乾かさんと前髪割れるんよね。楽しみにお待ちください。さっき送ったけんもうちょっとしたら届くと思う。あの、なんだ、検査引っかからんかったら。ヤスさんこんばんは。カラスさんこんばんは。ヨッシーさんこんばんは。弟です。こんばんは、ゆうなです。そういえばこれなくなった、なんで。ほっ、Tシャツをかけた。こんばんは。よいしょ、痛い、よいしょ。
ててよいしょよいしょ、カバンをよけよ。冬物さん50年のありがとう。りょうちゃんこんばんは。イヤホンミミさんこんばんは。誰か引っかかった？ほんまに初めましての人のとこに初めましてって言ったらそれ初めましてって言われるけどお初じゃないメンバーだったら忘れてなければ。大義ってそうそう、しんどいと一緒。これは思い出。うん、さこちゃん、イエイ、さこちゃん、ひめたん、ひめたんは明日か、頑張りましょう。明日、今日めっちゃひめたん可愛かった。めっちゃ照れとって可愛かった。アーツさんこんばんは。報告待っております。そう、今日は2月9日なのでね、本当はあの ALL 地下広場であれでしたよね、あの瀬戸内巡りってやつだったんですよね。ニベアを塗ります。有能ニベア。お風呂に入ると手がなんか荒れるんですよ、ふやけてめっちゃ皮がむけちゃうから。そう、ひめたんは同じ広島民同士として、日向坂の新曲も聞いてみるわ。今日嬉しかったね、可愛かった、めちゃめちゃ可愛かった。ユナの後ろ隠れてからめっちゃ可愛かったマグロ買いたいでしょ。マグロ食べたい。一回どっかのねホテルかなんか行った時にね、どこだったっけ、思い出せ。和歌山かな、かどっかのなんかね島なんかな、船で渡って行くんですよ、宿に、旅館大きいのがあって、でそこでねマグロの解体ショーがあってね、マグロなんか食べた。解体ショーやって何だったっけ、分からん、忘れた、もうやばい、ほんまに全部忘れるのね。なんかマグロのね身のとこをねスプーンでこうやってガリガリってやってね、パクってめっちゃ美味しかった。マジで美味しいの。でもそれしか食べたことないかも。あとは普通のお寿司。ゆりさんこんばんは。今度ユナユナもスチューデンツ出るんかな。そう、いつか出ると思うよ。4グループに分かれて撮ったけん、4週間のうちどれか。他の AKB グループの劇場公演も行ったら勉強になりそうですよ。そう、行きたい。いうの公園見たことないんですよ。じゃけん行きたいんじゃけどね、行きたいです。
あ、まだスチューデンツ見たな。配信終わったらパパと見ようかな。パパ今日まだ起きとった。いつもじゃけど、いつも夜まで起きとる。見よっかな。あ、浦島かもしれん。多分あの浦島太郎のとかけてあった船がね、そんなやつだった。テレイさんこんばんは、ありがとうございます。そう、一期生が一人 MC じゃないや、なんだっけ、うん、日直で一人一期生さんが来てくださいました。誰と一緒でしょう、誰と一緒でしょう。 NMB YouTube、 あ、モバメ来た、よかった、届いたか。今日はゆなは練習でございます。練習をしておりました。今日ね、お昼前ぐらいからだったんよ。お昼前、うん、10時ぐらいだったっけな、からだったんよ。でさ、夜7時ぐらいに起きようと思っとったんよ。やらんといけんこともあったし。そしたら起きたのめっちゃ遅れてからびっくりした。ほんまにやばかった。いた誰でしょ。ペペさんこんばんは。やった、そうメールめちゃめちゃ美味しかったわめっちゃ美味しかったわ。お腹いっぱいになりました。いえ今日はねレッスン6時間かな。ゆうなは元気です。足が痛いぐらい。でもなんかね、大きい怪我ではないかな。じゃけんね、なんかね、ママがこれを買ってきたんよ。じゃけんこれを飲まんにゃいけんないよ。今日もでも1個しか飲んでない。本当に酸っぱいのさ。そう、遅刻はせんかったよ。大丈夫だったけど。そう、2月9日ということでめっちゃ美味しかった。食べ放題でからね、デザートも食べた。うん、めっちゃ美味しかったです。受験今日はちゃんと腹筋とかしてから寝ます。じゃないと明日以上入らんってなるけん嫌よ。それはわあ、糸電話の糸ちゃんさんこんばんは。いえ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 、土日は遅れるときは遅ろうと思って。そう、6時間。なんかね、最近は6時間以上が多いかな。まあ本番が近いっていうのもあるし、基本6時間以上。短い時が3時間ぐらいかな。6時間、5時間、6時間。長い時は12時間もとかあったし、めちゃめちゃ疲れます。疲れるけど、言うのは寝たらね、すっきりするけん。レッスン長かった日はしっかり寝ること。レッスンから、あ、レッスン場から家は近くはないんかな。近くはないわ、近くはない、近くはない。あれ近いって言ったら、多分もっと近い人はいっぱいおる。遊んでおります。そう、昨日も見たよね、グミ、クエン酸グミ。
京さんお晩です。春さんこんばんは。え、魚のトナさんねーねと誕生日一緒。ねーねも8月29。いた、ねーねも焼肉の日なんよ。そう、めっちゃ食べた。食べ放題、食べ放題っていけんよね、きりないけん、どんだけでも食べてしまう。明日僕の太陽公演頑張ります。マジで最近足痛くてさ、ちゃんと動けてないけんさ、足とかもパンパンなんですよね。どうしよう、太っとるとか言わんとってね。もうガリガリになりたい。衣装着ても似合わんもん。アンフィシアターのレッスンはまだ全然してないです。瀬戸にも聞いてないです。何するんかね。アンフィシアターは今月末24だっけ、舞浜アンフィシアターでもイベントが。そう、明日がね初日のメンバーもいるので、明日も頑張ろうと思います。あ、つよぽんさんありがとう。お試しメール、ゆうなは本当に自撮りが少ないメールでごめんなさい。写真が少ないんですよね基本、いつも文章ばっかり。そう、グミなんよこれ、クエン酸グミなんよ。レッスンまではロードはでは行かんな、ほとんど。この前なんか行ったことあるけど、偶然。すごいね、50日ありがとうございます。そう、ちゃんとね野菜も食べたよ。一次審査通った時はメールだったかな多分。え、いやな、焼肉のねお肉がわからんのですよ、何とか。じゃけんもう適当、何でも食べるお肉は何でもいいの。でもね柔らかいのが好き。噛みちぎれんとかいうよりかは柔らかくてサクッと食べれるのが好き。あとタンが好き、塩タン、塩タンが好きだわ。すごい、ニビアでお絵かきしてる。上手にできました。足に3本線ができました。え、そう、マッサージね、なんか自分でどうにかできるかなって思っていろいろやってみよるけど、右足は思いっきりド派手にひねったんですよ、あの2月2の初日公演の時の前日か、前日の夜リハやりあって、そしたら思いっきり一人で僕の太陽でボキッていきましたボキッっていうかもうめっちゃこけてった。もうマジでなんかあのリハーサルだったけん動画撮ってもらいよったんですよ。でその動画夜送られてきて帰ったぐらいに、そしたら道具見たらめっちゃ一人でこけようってダサいなと思った。びっくりしたはっって言ったけどびっくりした。ソーリさんこんばんは。めっちゃ食べちゃった。舞浜独特のステージでいいよね、半円みたいな。そうなん、そうなのね、
そう、握手会ないから、次は23の握手会があれば握手会で、24の舞浜アンフィシアターですね、近いイベントは。あと明日としあさっての2期生の僕の太陽公演かな。そう、エディオンのステージは前後に狭いらしくて、めちゃめちゃ救急で練習をしました。なんか一応テープ貼ってたんですよ、床にテープ貼って、このサイズしかないみたいなのでやってたんですけど、絶対本番うまくいかん気がする。ちょっと怖い、言うのも後ろ行くところあるけん、詰め詰めになって全然踊れんかったりしたらどうしようと思いながら、まあでもね、誰も落ちたりとかせずちゃんとできればいいなって思う。ホルモンはね食べるよ、タン。そうそう、写真はたまにすごくたまになの。今日はね、あれをねパパに撮ってもらった。パパがね向かい傘とママが隣に座っとったんよ。ちょけんパパ撮ってって言って携帯渡したそう、めっちゃ思いっきり来ました。昼、いや昼じゃない、普通にレッスンの靴持ってってやってたんで、普通のスニーカー、ダンスシューズです、ハイカットの。なんか本当によくわからんのよね、あの最初のラー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 のとこでさ、マイクところでめっちゃこれゆっくりやったんですよ。で最後ジャンプでこうやって回そうとしたら、ジャンプってやって着地したらゴキッってびっくりした、ほんまにはぁと思ってめっちゃ焦った。そう、大丈夫、多分大丈夫なんじゃけど、そんな骨折とかには行ってないんじゃけど、ちょっとなんか今でも違和感あるなって感じ。そのせいもあるんか、ちょっと左足も痛くて、まあでも練習できてるんで多分本番も明日も全然動けると思います。ゆいころ一号さん、こんばんは。皮付きリンゴってすごく体に良きです。皮付きがいいん、めっちゃ白飛びしとる。ゆないつもセブンのあれ買うんですよ、暗くなっちゃった。セブンの皮むきリンゴ、あれをよく食べます。トムチーさん、こんばんは。寒いね。そう、ピンクのパーカーはよくあのレッスン行くときにかぶっております。かぶっておりますっていうか、下にもう T シャツ着て出るんですよ、半袖の T シャツ着て、その上にああいうトレーナー、ダボっとしたやつ着て行くの。パパさんはゆいはんが好きです。横山ゆいさんが好きです。パパはなポキって言ったわけじゃないんだけど、マジでほんまに動画いつかね見せたい。もう本当にびっくりした、一人でこけたけん、なんか誰かの足に引っかかってとかさ、なんていうん、ステップしようって自分の反対の足に引っかかってとかって言うならわかるけどさ、な何を思ったんか一人でこけました。こけたって一人でひねった、めっちゃ恥ずかしかった。もう恥ずかしさがやばかった、あれだった、マックスだった、もうほんまに。そう、セブンのリンゴはお手軽に、なんか例えば朝から夜とかまでレッスンあって、お昼はお弁当食べて、で夕方ぐらいになってなんか集中力切れてきたなとか、なんかなんて言うんだろう、疲れてきたら、あの休憩の時に買いに行って、近くにセブンがあるんですよ。近くって言ってもちょっと遠いけど、
あるけんそこまで買いに行って、あのリンゴを買って帰ります。で食べるの。おーちゃんさんこんばんは。そうパーカーめちゃめちゃ好き。パーカーとかなんかダボット系を着ますよ。グレッスンの時にはもう下にね全部着とる。そう大丈夫だよ多分。そうなの、 AKB48 グループファンです。パパはパパはそうです。他のアイドルはあんま好きって言ってるの聞いたことない。ずっと AKB か、でも最近は見よらん。いやグミ食べんとこ、顔がすごいことになるけん、やだ酸っぱいの嫌。パック入りの果物は確かによく売れる。そうなん、セブンバイト。そうなんじゃ、そうなん。パックのやつでさ、でもなんかみかんとかさ、みかんも言うの好きなんじゃけど、みかんあれじゃん、あの汁が入っとるじゃん、あれじゃけん捨てるのが大義意見さ。言うのはリンゴです、リンゴ派。パイナップルとかもなんか汁が入っとるけん両捨てに行くのが嫌で、リンゴ派。一日一個のリンゴで医者いらず。そうなん、リンゴはいいんだ体に。ゆなリンゴ飴好き。パソコンを60型の大きいテレビにつないでショールームを見ているよ。いや恥ずかしい、そんな大きいので見ないで。そうクエン酸ね食べんと。でも後で食べる。ほんまに顔がすごいことになるけん見せられん。ダメだよ、汁ごと飲んでしまえばいいんか。でも結構な量ない、めっちゃパックパンパン入っとるけん。リップ一緒、一番何メジャーなリップ、ずっとこれを使っております。薬用リップが一番なんだ保湿してくれるけんいい感じ。電脳さんありがとうございます。ゆなのことをタイプって言ってくれるなんて。ひーくんさんこんばんは。ゆなゆなです。寒くなってきた。34インチのディスプレイで見てる。34インチってどんぐらいだ、インチが分からん。インチってなんかあれなんですよね、画面の斜めの長さなんですよね確か。違ったっけ。そう、このリップは良きです。めちゃめちゃお気に入りです。やったー、ゆうなのチャームポイントは目です。今日はちょっと垂れております。もうお眠の時間ですめっちゃお眠の時間です。涙袋やばくない、ゆうな熊みたい。スマホで見てます。 iPhone SE なの
のでめっちゃ小画面です。みんないろいろなんだね。ゆなは普通にスマホで配信しております。普通のスマホ。そう、どっかでね習った、対角線の長さって。一日何時間ゆねんの寝とるん？昨日は何した？思い出せ。昨日の夜が思い出せない。昨日でも多分10、11時ぐらいに寝て、12、1、2、3、4、5、6、7、8、9時間。そう、土日はねゆっくり寝れるからいっぱい寝ちゃいます。明日も朝からリハーサル、リハーサルというか通し練習みたいなので、学校には行けないので明日は、なので明日は朝はゆっくり配信します。7時15分からに予約を入れておりますので、ぜひぜひ通勤中とかに見てくださいさらっと紹介。明日の告知、明日の公演ユナは出ます。見に来てくださる方はお楽しみに。初日とはまたメンバーが違うのでね、またちょっと変わった雰囲気とかも見れると思う。ゼロさんこんばんは。フルーやっほー。フカヒレさんこんばんは。みなみちゃん無音。ゆりなちゃん、そう、土日はよく寝ます。昨日のカウントダウン、じゃあほんまよ、カウントダウン TV とスチューデンツ今から見よっかな。いた、スチューデンツはでもすぐ見れんよね、多分20分ぐらいあったよね、30分だったっけ。スチューデンツは明日の朝見ようかな。はいしょ、お楽しみに。明日は配信なかった気がする。やった、ひーくんさんありがとう。可愛く頑張ります。明日公演あるから土日な気がしてた。何が？なんだなんだ、配信明日ないよね。ちょっとだけでもね、あげてほしいね。またなんかあれがあればいいのにね、衣装の写真とかユニットごとの写真とかだけでもあったらいいのにね。いて、明日17人の、あ、間違えた、17日の公演の当選発表ある。そっか、17日、国際フェリーポート6時半ですね。明日は5時半開演です。お仕事終わりかな。ぜひぜひ駆けつけてください。そう、8人が初日ですね。なんでこんなに白くなる？言うな、元は真っ黒なのに。本当だよ、セットチャレも。いてて、正座したら足が痛い。あれ7人だっけ？
ひめたん、ゆきりか、なっちゃん、パセリ、誰が誰かわからんくなっちゃった。アリチル以外、あ、そっか、アリスちゃん、ほんまよ、いっぱい見る番組がある。じゃあ今日はとりあえずカウントダウン TV 見るね。カウントダウン TV の STU、 多分パパが撮っとるはずじゃけん見る。そろそろお時間、いたてた、絡まっちゃった。STU 最後の方、了解です。じゃあ STU 見ます。なんか歌おうかな。なんか今日ゆきりが特技か分からんけどね、なんかやばいの見たよめっちゃすごいの見たよ。そう、ゆうなは今のところ全部出させてもらいます。この調子で頑張ります。歌おうかな。1番だけじゃなんか歌おう。あれ歌っていい？私の好きな曲、今めちゃくちゃドハマりしとる曲、1番だけね。え、マジあと5分、やばいかな、やばい。じゃあ今日はテンコはスピード1番だけ歌います。ギリギリさよならが言えないよ、強がって微笑んだ涙のダムが崩壊する。最後の最後までいい人でいたいなんて、優しいふりしてる自分ぼけいるしようか。彼女とは本当に何もなかったと否定しても言い訳をしてるみたいで面倒だ。信じられなかったらおしまいだ。そうだろう、ギリギリさよならが言えないよ、強がって じゃあスペシャルギフトのテンコいきます。ごめんね、私が歌ったのでスピードアップでいきます。キヨ兄さん、はーい、スケモンさん、はーい、ヤスさん、はーい、タイガーさん、はーい、ユウさん、ベンゾーさん、はーい、ヤマポンさん、はーい、糸電話の糸ちゃんさん、はーい、哲夫さん、はーい、やすちゃんさん、は
ぐぴょんさん、はーい、あーつさん、はーい、グラハムさん、はーい、 STU 大大大好きさん、はーい、浮遊物さん、はい、あら、はい、ありがとうございます。それではランキング13位からいきたいと思います。13位タイガーさん、12位アッキーさん、11位しおりんさん、はい、10位カズサノスケさん、はい、9位タンニさん、はい、8位あやさん、はい、7位キヨニーさん、6位哲夫さん、5位カズさん、4位ヤスちゃんさん、はい、3位ゲマポンさん、はい、2位グラハムさん、1位イソピョンさん、はい、ごめんね、めっちゃめっちゃごめんなさい、私が歌ったせいでごめんなさい、ありがとうございます。間に合った、ほんま？でももうちょっとやない？だよね。おやすみなさい。ありがとうございました。明日は7時15分頑張ります。頑張っておきます。でも多分寝起きなのでまたパジャマで配信すると思います。はい、遊びに来てね。おやすみ。また明日。また明日。おやすみ。バイバーイ。明日公演頑張ります。頑張ります。ありがとうございました。バイチャラポー。バイバーイ。だんだん。おやすみなさーい。おやすみ。